皆さんこんにちは。サクッと3分、今日も始めていきましょう。今日は以前にもご紹介した、これで肩の痛み、首の痛みがだいぶ楽になりました、肩甲骨の脱力ストレッチというフロアに入るストレッチがあるんですけれども、そちらのバージョンアップをやっていきたいと思います。私自身は今日は肩の調子がいいなとか、体の少し強度を上げたストレッチがしたいなと思う時にやるストレッチになります。ではスタートしていきましょう。はい、あ、ちょっと言い忘れましたが、子どもたちに逆立ちをやってほしいときに、体の使い方、肩の使い方を教えるときなんかもやるストレッチです。では4点ポジション早速入っていきましょうの前に、少しやっぱりいきなりやると怖いので、小指を内側から前に向けていただいて、後ろ回しやっていきましょう。後ろ回しです、はい、後ろに行くときと下に行くときに強くやってください。これちょっと回してからやってみましょう。ちょっと強度が高いので、バキーなんていうのは怖いですからね。はい、はい、じゃあ少し温めたところで4点ポジションいきましょう。いつも言ってる通り、膝膝手手、これが地面と垂直になるように立ってください。できるだけリラックスをして頭の力も抜いてください。はい、この状態で少し左右に揺れていきましょう。今肩甲骨が、閉じている状態です。はい、この間に何か挟めるぐらい肩甲骨を寄せてください。以前はこれで片手にしたりとかっていうことをご紹介したんですが、今日はこのまま手を前に出していきます。これも以前少し紹介しましたね。そうしましたら、小手の部分で遠くに押すようなイメージで、お尻を膝に、ごめんなさい、かかとにくっつけていくイメージです。少しほぐれてきたなと思ったら、胸を地面にくっつけるようなイメージで少し深めにやってみてください。呼吸をしっかりとしてください。鼻で吸って口で吐く、ふう、はい、少し深めに行きました。はい、そうしましたら、この手の位置を変えないでください。今少し下を見ると、膝の位置につま先を持ってくるようにしてみてください。こうです。はい、次こうです。はい、そうしましたら、次かかとをしっかりとつけて、頭、耳ですね、耳を腕の横まで持ってくるようにしてみてください。はい、もしかしたらハムストリングスもしっかりと伸びているかもしれません。痛い人は少し緩めてくださっても構いません。できるだけお尻の、お尻から小手までがまっすぐになる、そんなイメージをしてもらったらいいと思います。これで脱力していきましょう。右左右左、ゆったりでいいですよ。皆さんだと前後になるので少し分かりづらいかもしれませんが、右左と体を揺らしていってください。はい、そうしましたら、真ん中に重心を持ってきて、肩をすくめる、下げる、すくめる、下げる、すくめる、下げる。今肩甲骨が上下している状態です。はい、これはストレッチというよりも、この周りの筋肉をしっかりと使用してあげる筋トレに近いものになりますね。はい、 OK です。今日はこれで終わりにしましょう。膝をゆっくりと下ろしてください。肩甲骨周りかなり使ったので、しっかりとほぐしてあげてください。あー、やった、久しぶりに成功した気がする。はい、 OK です。はい、これでですね、少し自分の手が上がりやすくなってると思います。はい、今日はどうだろう。あ、そうですね、私はこの右の肩が非常に痛いんですが、ここまで上がるのはやっぱりしっかりとほぐした日じゃないと上がらないんですが、今日は比較的やはり調子がいいですね。はい、しっかりと上がります。痛みもありません。はい、これで最初はね、重だるってなってるかもしれません。一気に血が流れるので重だるってなるんですけれども、少しこうやって散らしてあげたり、数分すると体が楽になっていくのも分かると思いますので、ぜひ調子のいい日はこちらのメニューをやってみてはいかがでしょうか。今日もこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。スペースアートダンス TV ではこのように皆様に少しでも私生活のお役に立てるような情報をお届けしていきたいと思っています。ダンスの技術や体験談を活かして、できるだけ簡単にできるようなものを3分にまとめて凝縮してお伝えしていきたいと思っています。他にもダンスのレクチャーをやっています。リズムトレーニングで入門者用と書いてあるものは、運動をやったことがない人でも取り組めると思いますので、ぜひ運動不足解消に役立てていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。